皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。和室で従来の畳よりカビやダニの発生を抑制するための畳がある。答えは丸です。カビやダニが発生しないように、また畳に傷がつかないように、犬を和室に入れないようにしている飼い主さんもいます。しかし、カビやダニの発生を抑える畳や摩擦に優れた畳、汚れに強い畳などが開発されています。犬を和室で飼っている方、犬を和室に入れないようにしている飼い主の方におすすめです。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。